はい、浦安の皆様こんにちは。私、日本改革党の佐川信行と申します。で、今日は日本改革党の公約についてお話に来ました。聞いてもらいたいと思って来ました。日本改革党はかねてからですね、メディアの改革を謳っておりまして、特に NHK のスクランブル化、そして、外国人の優遇政策の廃止、それから安全保障に関わる、国の政府のですね、後ろ向きな態度をですね、改めるべく憲法9条の改正、それから議論をしない国会に対して、核武装とか、そういう安全保障に関することを訴えてまいりました。で、これら全てが実はつながってるんだということを私は今日お話をしたいと思います。特に私は浦安市に住んでる浦安市民ですけれども、昨今浦安市で、決められようとしているもの、実は今月3月11日に、決められようとしているんですけれども、浦安市ではまちづくり基本条例というものがあります。このまちづくり基本条例というのは武蔵野市で否決された住民基本条例、これと同じもの、これが浦安市でも決められようとしています。じゃあなんで武蔵野市で否決されたのか。これはですね、外国人に将来投票権が与えられる可能性があるということなんです。武蔵野市も最初は武蔵野市の市議会議員全く知らずにですね、可決しようとしていましたけれども、いろんなですね、人たちが武蔵野市に入り住民に訴え、この危険性を訴えたことで否決されたということです。その武蔵野市のなんと住民基本条例が名前を浦安市ではまちづくり基本条例という名前で可決されようとしています。なんとですね、浦安市には今20人の議員がいるわけですけども、19人がほぼ賛成してます。19人の方がほぼ賛成の、たった一人だけそれを反対している議員、これをですね、皆さん許していいんですかっていうことなんですよ。皆さん、浦安市は3000人応募、そのまちづくり基本条例を作るために3000人の皆さんの中から応募してですね、それを議論してもらうということで、実際に集まったのは100人ですけども、何回かやってるうちに全然どんどん減ってきて、今50人の人が決めようとしています。もちろんそのまちづくり基本条例の、市民の集まり、それを決めるための市民の集まりが浦安市の中でどういう市民が集まっているかというと、実際には割合的には会を置くごとに外国人が増えてきているわけです。この外国人に将来投票権を与えるかもしれないという住民基本条例ですね、それ浦安市ではまちづくり基本条例と言いますけども、それを可決しようとしているんだということが、我々日本改革党が訴えているいろいろな公約につながっているということを今日お話ししたいと思います。外国人はよくこの間の子供に聞かれたんですよ。名前はですね、まちづくり基本条例、浦安市のね、まちづくり基本条例は住民、外国人も日本人もみんな仲良く浦安市のことを決めましょうよっていう名前としては、そういうことでなんかとても良さそうなんですけども、日本人の浦安の投票権、
日本人のことは日本で決めましょう、浦安市のことは浦安に住んでる日本人が決めましょうということを主張しているのが日本改革党でございます。このようにですね、ほとんどの市議会議員がなんとなく賛成、彼らどうもですね、私電話で話したところほとんどですね分かってないんですよ、どういうことか。このまちづくり基本条例って浦安で言っている住民基本条例がどういう基本、どういう危険性をはらんでいるかなんていうことは彼ら議員全く知らないんですね。内田市長が、人権団体に言われてそれいいねって始めたことを副市長2人が賛成して、そして担当企画部長、そして係長などがそれをよいしょしたもんだから、一緒にいる議員たちがじゃあ私も賛成みたいな形になってるわけです。こういうことを許せば将来外国人に投票権を許してしまう。今浦安はいいですよ、今までなんと浦安市っていうのは今まで1万人ずつ人口増えてきた珍しい市なんですよ。で17万人ぐらいになってる。でも去年から減り出したんです、子供の数も減り出しました。それと同時に税金も減り出しました。でも外国人は増えてるんです。それは日本の文化を愛し、日本人を愛し、日本の国を愛している、そして帰化した外国人ならそれはそれでいいでしょうよ、私たちと一緒に頑張りましょう。私実は私 の親友にも中国人一人いますけども、20年ぐらい付き合った中国人いますけども、いいんですよそういう人たちは。そうじゃない人がたくさん入り込んできているということなんです。このようにですね、我々取り巻く環境は非常に怖い状況になってます。その第一歩が浦安市でも行われているということ、これを分かってほしい。浦安でもう一回言いますけれども、浦安市で今月ですよ、今月市議会で議決されようとしているまちづくり基本条例というのは武蔵野市で否決された住民基本条例と同じようなものなんです。将来外国人に投票権を与えるかもしれない、その可能性がある。今は人口も日本人が圧倒的に多いし、状況的にすぐに投票権が与えられる状況ではないですけども、彼らは一歩一歩、日本人と違うのは彼ら100年先見てやりますからね。自分の代でできなくても彼らは息子の代、孫の代でそれを達成すればいいと思って100年先見てやってきます。サラミスライブス戦法です、俗に言うですね。こうやって一歩一歩入ってくるんです。この一歩である浦安市の、まちづくり基本条例、外国人に将来投票権を与えるかもしれない、そういう条例を浦安市でまずそれを否決させて、そして私たちは選挙でもそういうことを言ってる議員を落とす、そういう私たちの、信念がですね、その、まちづくり基本条例、浦安市のまちづくり基本条例である、住民基本条例であるまちづくり基本条例というのを阻むことができて、そしてそのサラミスライスである、将来浦安市がですね、どん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 外国人のための市になり、そしていつの間にか何かわけのわからん建物が建ったり、私たち日本人はなんでいつまでも給料が上がらないのか、そして GDP はなんで増えないのか。大体ですね、 OECD 加盟のですね、先進国っていうのは2倍3倍になってるのに、なぜ我々日本だけ取り残されているのか、これについてですね、ちょっとお話をしたいと思うんですけれども、そもそも私たちの税金、これが今何パーセント、お給料の何パーセントぐらい、引かれているか、また払っているかということですね。これがなんと、ちょっと前まで 41.6% がなんだったんですけども、今では 48%、私たちが稼いだお金の 48% はいつの間にか実質的な税金として
抜かれる、または払わせられているんだよと。これにはもちろん、通常のですね、住民税とか、所得税も当たり前ですけども、社会保険料や今投資が言ってた NHK のですね、受信料、こういうものも全部含めて実質的な税金が 48% いつの間にか引かれてるんだということなんです。じゃあ35年前ぐらいは何パーセントだったんですかということなんですけども、30年前、私がまだバリバリの若い頃、この時はですね、まだ確か 25% ぐらいだったんですね。つまりこの30年、35年の間に税金が、実質的な税金が 25% から 48% まで値上がりしてるんですよということなんです。じゃあ私たちの収入はどうなんですかって話なんですね。収入は私30年前、私がまだ入社してしばらくの時の、まあ、会社の初任給なんかは、15万くらいだったんですね。じゃあ今いくらですかって言ったら、やっぱり15万なんですよ。つまりですね、30年も経ってるのに給料はそのまま、税金は 23% も値上がりしているっていうところが今の日本なんですよ。これで幸せになりますかって話なんですね、皆さん。これで子供を産んで育てられますかっていうことなんですよ。私たち庶民の、じゃあ夢って何ですかって、ね、学校を出て、そして就職をして、結婚をして、子供を授かって、一生懸命頑張れば家持てますよというようなことが儚いば、都民の夢ですよ。今ですよ、給料は30年前と同じ、税金は 23% も上がって、私たちの夢持てますかって、若い人夢持てるんですかって話なんですね。これがこんな理不尽なことをですね、徐々に値上げされて気づかないのか、メディアが何も言わないのか、これ全部同じ、あの複合的なものだと思いますけども、私たちはそれに慣れさせられてるんです。慣れさせられてるからいつの間にかわからない、茹でガエルっていうやつですね。いつの間にかですね、熱くなって茹でガエルになって死んじゃう。最初から熱ければピュッて飛び出すけどね。そういうことなんですよ、皆さん。このように私たちは消費税をまず、一番分かりやすいじゃないですか。消費税も竹下さんが 3% 始めて、いつの間にかですね、5%、8%、10% って、これから 15% にするんですよ、財務省は。こんなことで、私たちが言うのもなんですけれども、税金をまず下げないと幸せになれない、若い人に夢が持てない、ましてや、今悪いインフレになりつつありますけども、日本はずっとデフレだったんですね。デフレっていうのは税金下げないといけないじゃないですか。税金を上げるっていうのは、これインフレの時の政策ですよ、これ、税金上げるっていうのは。なんでインフレの時にデフレの政策やるんですか？デフレの時にインフレの政策やるんですか？これじゃあデフレが抜け出せるわけがない。デフレの時こそ税金を下げて、そして企業を守って、そして雇用者を守って、雇用者は終身雇用をできるだけ国が援助する。こういうことをしないとデフレ乗り切れないじゃないですか。それを逆ですよ、逆。例えば派遣労働、こういうものがどんどん緩和されてですね、いつの間にか給料が上がらない温床になっている一つです。そしてさらに外国人の短期ビザの労働、これも私たちの給料が上がらない一つの例ですね、原因の一つです。そしてさらに税金を取る、こんなことをやってたら日本本当にダメになりますよ。他の新先進国 GDP みんな2倍になってるんですよ。みんなですね、私あれは給料はとても
日本は最初30年前高かった。そしてその大学生は申請すると自分の生活費や授業料にまた補助金が入る。大学生が大学生申請になって研究を始めると全部無料になるんです。授業料だけではありません。生活費、そして自分の国に帰る渡航費全部無料。月々28万円から30万円ぐらい全部無料になるんですよ。でも日本人はどうですか。確かに入らなくていい奨学金もらってる人もいるかもしれませんが、ほとんどはですね、ほとんどは返し続ける奨学金を借りて大学に通ってるんです。例えば私の息子もう31歳になりますけども、いまだに奨学金返してるんですね。いつまで返すのって聞いたら40歳ぐらいまで返すんですよ。いいですか。大学行くのに借りたお金を40万になるまで返し続けて結婚して子供を作れますかって話なんですよ。外国人に多く補助金をあげて外国人の学生に補助金をあげる、留学生にですよ、補助金をあげる。だったら日本人の学生に援助してあげればいいじゃないですか。貧しい家庭の子供が、志ある子供が大学行きたいって言ったらそれにお金出してあげればいいじゃないですか。日本のその方がよっぽど国益にかなうわけですよ。アメリカから言えば外資ですよね。それがアメリカの大学に入るときには授業料2倍3倍取られるんですよ。これ当たり前なんですよ。彼らは国に帰るってアメリカのためにならないでしょって考え方、当たり前じゃないですか。日本は逆なんですよ。来てくれてありがとう、お金払います。こんなバカなこと許していいんですかって話なんですよ皆さん。こういう理不尽を許さないのが日本改革党であります。ありがとうございます。あと、まあ、関連してですけど、生活保護考えなきゃいけないのは安全保障の観点から、安全保障の観点からまず一番守ってあげなきゃいけないのは子どもたちであり若い人たち、これの夢はある日本を作らなきゃいけない。そのためには子どもたちにすごい優遇政策を、外国人じゃなくて日本の子どもたちに優遇政策をしてあげる。だってそうでしょ、外国人の留学生にお金あげるぐらいだったら日本の子どもたちにあげた方がマシだと考えるのはこれ当たり前じゃないですか。そして志のある日本人が留学したいとなればそれにお金を払ってあげる、これは当たり前のことじゃないですか。そういう当たり前のことが当たり前になっていないというのが今の日本であるということを日本改革党は訴えて、その当たり前のことができない日本を当たり前にするという改革をするのが日本改革党であるということを訴えたいと思います。ありがとうございます。じゃあ変わります。ありがとうございます。